はい、今回はですね、0SIM、えー、をです、ね、本当にゼロ円で、ね、使う方法をご紹介したいと思います。まあ、方法というかま設定ですね。えー、とまあゼ s i m はです、ねまあ、あの以前にも、ね、私の動画で結構詳しく紹介していますので、ゼ s i m については、まあ、そちらの、ね、動画を見ていただければと思いますので、まあ、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらを見てください。 でまあ、ゼロシムのです、ねまあ、一番の魅力というのは、まあ、名前のとおりです、ね、0円で使えるということですね、まあ、データシムになりますけれども、まあ、あ SMS とか、ね、音声付きのシムじゃなくて純粋なデータシムであれば本当にね月額0円で使うことができますあの全く請求が来ませんので本当に正真正銘の0円ですねもちろんあの初期費用はまあ3000円といいますよね契約するときは3000円と シム発行手数料ですかね。まあそれはかかりますけれども、あの維持費という部分では本当にゼロ円にすることができます。でゼロ円にするにはあの通信料ですね。月間の通信料をまあ500メガバイト未満にすれば、それがゼロ円になります。要は、えー、500メガバイトあ499メガバイトまではまあ無料ということになります。まああの500メガバイト未満というのはね。 非常に少ないデータ通信量ですけれども、やはりあのメリットとしてあの0円で維持できるというのがありますので、まあ、あの使わなくても費用がかからないものですから、例えばそのサブ回線だったり、とか、ね、緊急用の回線だったりとか、まあ、とりあえず1枚持ってるっていう部分で持たれてる方も結構多いのではないかなと思います。ただですね、えー、逆に言うと500メガイト以上になるとまあ課金されると言いますかね。 えー、料金が発生するんですけども、それがまあ重量課金制ということで、まあ、使った分だけ払うという形になるので、えー、その後500メガバイト以上、100円ですかね、100メガバイト100円みたいなね料金形態で、最大で1600円ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、なので、まあ、良心的といえば良心的ですよね、えー、重量課金だけれどもその、使っていくとすごい金額になるということじゃなくて、まあ、5ギガバイトまでしか使えないんですけど、まあ、もし使いすぎてしまったとしても、1600円で収まるということなので、まあ、そういう部分では、まあ、 比較的的良心的なな、ね、な価格設定なのかなと思います、まあ、ただあの安くはないので本当に 5GB 使うんであれば他の、ね、格安 s シムカードあの契約された方が安くなりますので料金的には安くないですけれどもそういう、ね、ちょっと変わった料金形態を まあ採用していいるととうことで、えー、使い方によっては非常に便利かつ 499MB までであれば0円で使えるということですはいそれではねその0円で使うにはデータ通信量を 499MB までにね抑えなければいけないんですけれどもその設定方法を紹介していきたいと思いますでもちろんですねあのそういうね通信量チェックアプリみたいなねそういうものも結構ありますのでそういったもので制限してもいいですし、まあ、Android であればですね アンドロイドの機能としてそういう機能がありますのでそちらの紹介をしていきたいと思いますまずは設定ですね、普通に設定に入りますで、ネットワークの中に入ると、ここですね、データ使用量2%を使用していますとかって書いてありますけれども、ここを、ね、タップすると今、112メガバイト使ってますということで、この下にです、ね、モバイルデータ、アプリのデータ通信量とデータの警告と制限というところがありますので、ここをタップします。 はい、そうすするとですね、ここにデータ警告を設定がオンになっていてデータ警告 2GB、データ上限設定、データ上限 5GB というふうに、ね、今設定されていますけれども、まあ、ここをですね、設定することによってそのね、モバイルデータ通信を制限することができます。ですのでこのまずデータ上限の設定というのがありますので、まあ、ここがオンになっている状態で今はね、5GB になっていますけれども例えばゼロシムであればここをですね、メガバイトで まあ仮にですね、まあ450メガバイトっていうことで設定したいと思います。もちろんですね、あの499でもいいかもしれませんけど、やっぱり誤差がね、ここにもありますけれども、携帯通信会社とデータ異なることがありますって書いてありますけど、やっぱりどうしても端末側で計測したのと。 そちらの、ね、m v l o の業者の方でカウントしているのでやっぱ多少やっぱ誤差が発生する可能性があるのであの1メガバイトでも出てしまえば、ね、課金されてしまいますのでやはりここはまあ固く450ぐらいにしておいた方がいいかなと思いますでこちらの方は警告なのでデータ警告設定というのがありますよねなのでここは450になってますけれども、まあ、例えば400ぐらいになったら一応、ね、残りが少ないですよみたいな感じで要は警告、ね、400メガバイトに達しましたということで 警告を出すすように設定しておきます、まあ、これで一応、400メガバイトを使った段階で警告が出て、450メガバイトを使ったときには、これはですねモバイルデータ通信がストップします。なので、そういう使わなくなります、まあ、使えなくもなるんですけれども、もちろんここでオフにすれば使えるんですけれども、そういうような形で使いすぎていいますかね、まあ、うっかり、あのー、使いすぎてしまった、うっかり、ね、課金されるデータ通信を使ってしまったということを、まあ、これで、ね、防ぐことができます。 はい今回はねアンドロイドの標準のね、えー、機能でデータ通信量を制限する機能があるということでそちらをね、えー、紹介させていただきましたまあ今ね、ねゼロシムみたいにこう重量加減だったりとか、まあ、そういう料金形態のところで非常に少ないのであんまりこの機能を、ね、もう使うシチュエーションってないのかもしれませんけど、まあ唯一言えばね今言うゼロシムの ま、使いすぎをね、防止するっていう部分で使うかなと思いますけれども、一応、アンドロイドにはほぼね、えー、まあ、これちょっと弓デジのスマートフォンなんで、まあ、素のアンドロイドの状態ですけれども、まあ、メーカーさんのね、え脳、ー、でも多少カスタマイズされても、大体同様の機能っていうのはね、ついてますので、もしそういうね、何らかの事情で制限をしたい、まあ、子供とかかな、子供であまり使いすぎのために、まあ、例えば5ギガ行ったらもう使えなくしちゃいよとかね、そういうような設定をするのであれば、そういった設定にも使えるかなと思います。はい、今回は以上です。